皆さんこんにちは。11月2日本日のプロレスデーニュースをお届けしたいと思います。本日のトピックスはこちら。新日本プロレス11月のビッグマッチ 11.7 エディオンアリーナ大阪大会パワーストラングルでの各試合の勝者予想アンケートを実施しました。プロレスデーの中でツイッターを通じてですね、皆さんにいろんな質問を投げかけたりしております。で、今回は2冠ダブル選手権の勝者予想ということで、王者内藤哲也選手に対して挑戦者イービル選手、なんと 80.8% で内藤選手が勝利するというふうに皆さんが予想しております。さて、この結果は当たるのでしょうか。ちょっと楽しみですね。各試合の結果を予想しております。井口選手、ジェイ・ホワイトの、ダブル王座権利挑戦勝者予想としまして、プロレスでのユーザーの皆さんは 84.8% で井口が勝つと予言しております。結果はどうなるでしょうか。楽しみです。続きまして、 IWGP US ヘビー級王座権利賞争奪戦、こちら現保持者はですね、ケンタ選手、そしてそれにチャレンジするのが棚橋選手ということで、権利賞保持者のケンタ選手に 54.3%、 棚橋選手が 45.7% でケンタ選手が勝利するというふうに皆さんはちょっとやや多めにですね、予想されております。どうなんでしょうか、いかがでしょうか。こちらですね、今度鈴木みのる選手、高木慎吾のネーバー無差別級選手権の勝者予想が、高木慎吾選手が 60.1% で勝つというふうに予想しております。さて、結果はどうなるんでしょうか。矢野徹選手対ザック・セイバージュニア、 KOPW2020 の争奪戦を制するのはどちらの方でしょうか。矢野徹選手 66.3% で、ユーザーさんの予想ではそのようになっております。岡田選手対グレート・オーカン、これはですね、まだアンケートは私たちしておりませんので、現場に行ってですね、皆さんの目で確かめていただきたいなと思います。しかし、このオーカンはですね、キラーカーンを彷彿とさせるようなモンゴリアン戦法ですかね、世に下れというふうにおっしゃっていますけども、岡田選手はですね、まあ今の日本人のトップレスラーとしてオーカーンとどういう風に迎え撃つのか、またオーカーン選手が岡田和親との一戦を通じてですね、進化を見せることができるんじゃないかなという風に思っております。そして、メインにつながる IWGP 王座決戦に向けてですね、今後の展開を非常に楽しみにしたいと思っております。それでは 11.7 大阪で行われるですね、タイトルマッチ、皆さんも楽しみにしてください。今日はこちらで失礼します。ありがとうございました。